皆様こんばんにゃーということでね、今ね、葉っぱのイベント中ということでね、名前覚えてないんですけど、まあ、葉っぱでわかると思いますけどね、はい、あれですあれで、私は、基本的にね、まあ先日からライブで繰り返しお話してるんだけど、人それぞれね、そのなんだろうな、このゲームのその時々の最新のコンテンツをがっつり、まあそれこそね、鬼課金してねやる方もいれば、ものすごい時間を費やしてね、まあ私なんかこの間までそうだったんだけど、課金こそほとんどしてないんだけどね、ものすごい時間とか労力を費やして遊ぶ方もいればね、さらにはね、なんだろうな、さらっとやる方もいれば、初めてやる方もいれば、まあいろんなプレイヤー、まあいろんな好み、いろんなプレイ時間、いろんな課金スタイル、もう人それぞれね、100人いれば100通り、10人トイレをなんて言葉もありますけどね。まあ、最終的に私の考え方としては、その、ゲームってのはまあ、言っちゃえば一つの表現としては自己満足っていうかね、その人が楽しい、その人にとって面白いって思えれば、それはその人にとっていいゲーム だろうと。まあ、この考え方自体がまあ、私個人の考え方なんだけど、思ってるんですよ。っていうところで、基本的にね、この葉っぱのイベントに関しても、やはり特別効果のキャラがいないとね、もしくは、斧ですか、アイテムがないと、基本的にはもう葉っぱはほぼ取れない等しいということのようですよね。で、私は、先日のその一連0円ガチャでね、お話した通り、イケメンちゃんを取る予定もありませんし、まあ、取る財力もございませんし、あとね、斧に関してもね、斧だけでも取ればいいんじゃないかっていう話もお友達と話してて出たんだけど、それもね、まあ取れませんね今ね取るその星屑があれば取ったかもしれないんだけど、それもでもね、そんなに斧を取っても、その斧、木を切る効率は上がるんだけど、結局キャラクターがいないと葉っぱ自体の出る確率っていうのが確か出ないんでしたっけ、ほとんど出ないだか出ないだかってこと で、今ねちょうどね、私はその体力消化ってことで、私が今じゃあこのイベントどういう風にやってるかっていうと、もともとはもう完全にやらない気でいたんですよ最初は。でも闇商人のね、買取リストを見ると、あの玉ですよね、玉が全部売るといくらだったかな、6000万リッチなのかな、でこれ日本円換算だと、私の換算だと600円なんで、うーんってとこはあったんですが、ただまあ正直体力の使い道もまあ、全くないわけではないんだけど、まあいつものねブヒーモスの、プラチナコインっていうのはあるんだけど、あれももう本当に作業なんで、まあ気分転換でね、いつもいつも同じことっていうのもどうかなっていうので、まあちょっとはやっぱイベントに参加するのも面白いかなと思って、まあ本当にね、お友達に声かけつつ、基本的にはもうゆるっと、体力消化って感じでね、回ってたんですが、ちょっとね今お友達さんが入ってくださってね、本当ね、私としてはその葉っぱをそもそも取ること自体ももう言っちゃえば諦めてたし、さらにはね、ましてやその30枚だ何百枚だって集めてアクセサリー解放とかも全然考えてなかったんですけど、葉っぱ未だにね見たことないんですよ結論から言うと。で、そんな中にあって、お友達さんがねたまたま入ってくださって、かつその方が、まあ、特別効果のキャラも、いるよというところでね、なんかお話結構いろいろ教えてもらったんだけど、何だったかな、一周マップをフルに一周回ると3枚ぐらい出るっていうお話だったんですかね、その方の話だと。で、一周で3枚だったら割と効率としては悪くないのかな、一周だったか木を10本切りだったかちょっと覚えてないんだけど、まあある程度は出るっていうお話だったんですよね。はい。ということで、今回の動画はね、私がもしかしたらその方と一緒にマップを回ったんで、その方たちとね、まあ、ノラさん含めてね、お友達さん、ノラさん含めて、みんなで回ってね、木を2本かな、切ったんで、もしかしたら葉っぱ出るかもねっていうのが今回の動画だったんです。だから、まあ、ガチャ動画の変形みたいな感じですかね。はい。ということで、でね、このマルチモードだとね、そのすごい、なんだろう、判定が厳しくて、本当はそのこのマップから出る直後で
あのワンワンワンっていうのありますよね。あの出る時の音楽ね。あのタイミングで、はい皆さんこんばんにゃって言おうと思ったんだけど、エラーになっちゃって、で、あれ電子の海に消えたの、理不尽すぎるって思ったら、あの一応ねそこはフォローあるみたいで、ルームには接続できませんが未開封のビッグアイテムがありますよってことでね、ここはさすがにまあお友達とね楽しく喋ったりっていう、あの野良さん含めてね楽しく喋ったってことはあったんだけど、ただまあそうはいえどね、やっぱあの葉っぱが出るかどうかっていうのはちょっと関心事だったんでね、動画に撮るぐらいなんで、ということです。じゃあ行きましょうか。ピーン、あったあった、よかったよかった。これがないとね、さっきのね数十分のね、まあ楽しかったとはいえね、楽しかったし、まあ情報もねお友達さんと喋っていただけたってのもあったんだけど、そうはいえどってとこでね、このどれだった、銀恐竜かな、違うな、ね結構いっぱいやったんですよね。最初は私ね、本当にザ体力消化って感じでソロで回ってたんだけど、もう作業的に。でもね、なんか気まぐれにね、ちょっとマルチでやってみようかなと思って、まあ言ってみりゃ、なんだろうな、不特定の方に向けて、部屋を建てたんだけどね、やっぱ面白いもんですね、マルチプレイっていうのはね。うん。で、それはいいんだけど、どっかにどれだろうね。あ、これか、オカルタスの木袋、これかもしんない、多分。全然ね、なんせね、あ、いっぱい結構取れてますよ。オカルタスの木袋がいっぱい取れてる。やっぱこれ追加効果なんだろうね。あんまり把握してないんだけど、じゃあいっぱいこのオカルタスがいっぱいあるところに合わせとこうか。ここだね。はっ、いきます。せーの、ドン。はい、出ない。はい、出ない。5個は5袋あったから1袋ぐらい出るとね、動画的には映えるんだけど、でも出る瞬間がその撮れるまで動画を撮るとかって気はないんですよ。本当に葉っぱが1枚だけでも見られればいいよねってさっき話してたんで、まあ出ないなら出ない、あ、出ませんでしたね。まあこれはこれで全然、なんていうかね、私はもともと風玉を6000万リッチですか、撮れればいいなっていうのはもともとの趣旨ではあったんで、ただまあ葉っぱが取れればね、それはそれで楽しいかなってとこはあったんだけど、これ甘くないでしょ、これなかなか聞き行くイベントだと思うんだけど、でもね結構周りのお友達さん何人かやっぱもう、なんだろうな、当然のごとく特別公開のね、フル装備でね回ってらっしゃる方もいるというところでね、基本ソロで回ってる方が多いようですね。はい、ということなんではあったんだけどね、ちょっと葉っぱが出れば映えたんだけど、ちょっと5袋あったんで期待したんだけど、なかなかね、ファンタジー世界もね大変でございまして、まあそんなとこですかね。はい、今回の動画は以上とさせていただきます。なんかね最近ね、それでは皆さん良いファンタジーライフをって言うんだけどね、ゲームの仕様がね、内容がなかなかファンタジーなのかなって思うことはまあまああるんですがね、まあこれも含めてのファンタジーライフオンラインということで、今後もね、まあ私なりにね、楽しんでいきたいということをお伝えして、それでは皆さん良いファンタジーライフをお過ごしください。やうやう、あ、OK押しちゃった。